今日はフライパン一つでできる海苔のパスタを作っていきたいと思います。今回は能登でよく使われているいしるを使っていきたいと思います。まず火がついていない状態のフライパンにオリーブオイルを入れていきます。潰したニンニクを入れます。弱火で香りが出るまで炒めていきます。ニンニクのいい香りがしてきますので、それまでは強火にすると焦げてしまうので、オリーブオイルに味が香りがつけば OK なので、この後はお水を入れてパスタを入れてしまって、もう別に茹でることはせずにこのフライパンの中だけでソースも一緒に作っていってしまいます。海苔はこれ細かくして本当にソースにしていきたいので、大きな海苔を細かく、できるだけ細かくちぎってください。ニンニク焦げやすいのでちょっと取り出しておきます。お水入れるとき危ないので火止めています。じゃあお水入れていきます。これパスタ、もしフライパンが小さかったりお鍋が小さかったりしたらちぎっていただいても大丈夫です。で、海苔も入れていきます。少ないお水で茹でるので蒸発しないように、でお鍋の中が均一な温度になって茹でられるので、必ずこれも蓋に穴が開いてないものをお使いください。いい感じだ。お水が少ない分ちょっとくっつきやすいので途中でかき混ぜています。ここでもし水分が足りなさそうだったらお水を足していただいても大丈夫です。で、香り付けにいしるを入れていきます。少しだけ入れるだけでぐっとレストランのような味になります。むしろ大量に入れるとすごく癖が強いものなので美味しくなくなってしまうので、少量だけ入れるっていうのがポイントです。お好みで最後にもう一度オリーブオイルと先ほど取り出しておいたニンニクも一緒に入れてください。お好みでレモンを添えて出来上がりです。もう本当に大家族の方はもうこのままテーブルに出してみんな自分で取り分けて食べてもらってもいいぐらい大胆なお料理です。フライパン一つでできてお味もレストランのような味になりますので、大人も子どもも楽しめるお料理ですので、ぜひ作ってみてください。